えー、ヨーロッパなどは電気自動車に移行し日本はいずれは電気自動車に移行してガソリン車がなくなったり脱スタンスとかが進んでいくと思いますが10年30後はネノスなどの会社はどうなると思いますかあると思います。ええー、電気自動車30年後まではまだ全然あるんじゃないですかね。あのカリフォルニア州が2035年に、えー、とガソリン車の販売が禁止になるんですけど。 で、えっ、ー、と、ドイツが2040 20年フランスが2040年かなあの、要はその、ガソリンの自動車の販売が禁止になるんですけど、新車の販売が禁止になるだけで、ガソリンの自動車は普通に使えるままなんですよ。なので、あの、30年後になっても普通にガソリン自動車は動いてると思います。で、あの、電気自動車って結局不便だよね。で、実はエコじゃないよねっていうのが、多分現実的になっていくと思うんですよね。結局、その、電気自動車の電池って寿命が切ると超ゴミなんですよ。 あのガソリンの自動車ってあの30年後も別にあのガソリンの跡って残らないじゃないですか。まあそのエンジンがたんだりなんですけどでもその電気自動車って15年とか10年とか乗るとあの何の役にも立たない使えない電池っていうのがなんかね50キロとか100キロのものすごいでかい金属部品とかその,あの化学薬品が入ったものが出てくるんですよ。 でもこれ使えませんと。リサイクルっつっても、あのなんかそんなにあんな使える部分ありませんっていうのがあって、うん、多分10年ぐらいすると、その廃電池が、これマジ無駄だよね。エコじゃないよねっていうのになっちゃうと思うんですよね。うん、なので、なんだかんだ言ってガソリンの方がマシじゃねっていうので、揺り戻しがあるんじゃないかなと思ってるので、なのであの完全にガソリン車がなくなるかっていうとそうじゃないんじゃないかなと僕は思ってます。あのテスラが、あのなんか、中古のテスラを買った人がいて、 で、5年ぐらい乗ったらバッテリーが全然充電できなくなって、で、直すんだったら240万ですって言われて、ムカついたから爆破したっていう、スウェーデン人、フィンランド人の人の動画が面白いので、興味があれば見てみてください。なので、なんか新しい仕組みって割と面白いのでみんなが飛びつくんですけど、あの、長く続いた仕組みって、それなりにその、あの、循環機構があるんですよね。 なのでそのガソリン車っていうのもあのまあぶっ潰して固めたら鉄の塊になるんだから鉄の塊にしてじゃあ製鉄工場に持ってって使えるよねみたいのがあるんですけどその電気自動車みたいなのバッテリーの場合ってぶっ潰しても使えないんですよ、ね、でなんかあの妙な薬品漏れちゃうしレアメタルとかもあるから抜かなきゃいけないしみたいなのがあったりしてなのでその純粋にその電気自動車が廃棄になった後にその環境の中でどうやって循環されるかっていう仕組み自体がまだできてないんですよね。 なので、エコっていうのは、エコロジーとか、のの経済的に安いっていう意味のエコだったりとか、循環っていう意味があるんですけど、実はその電気自動車って、二酸化炭素排出量っていう面ではエコかもしれないんですけど、循環という意味でいくと、実はまだエコの輪ができてないんじゃないかと僕は思ってるので、なので、なんか電気自動車エコだよねっていうのもなんかどうなのかなと思ったりします。